ラツ級フリゲート、ナジン級フリゲート、朝鮮語、A、ナジンクラスフリゲートは、朝鮮人民軍海軍のフリゲートの艦級。設計にあたっては、ソビエト連邦海軍が1950年代初頭より1970年代に、かけて運用していたコラ型フリゲートを元にしており、基本的には、これの戦隊を延長したものである。収益時には、装備面も、 ほぼ同等であったが、後に69式 30mm、連装機関砲及び SY-1 艦隊艦ミサイルを装備することにより、近接防空火力及び耐水上火力については、ある程度の向上を見ている。本級の搭載する方向兵器については、現在収益中の2隻の間で、若干の差異があり、また1980年代を通じて、 数回の乾燥が行われたこともあって、やや情報が混乱しているのが現状である。手法となる1 0 0トル炭素法は、手動装填の旧式法で、完成レーダーは搭載されていない。副砲の5 7ト、mm、ル連装速射法も同様で、特に5 7ト、mm、ル連装速射法は、オープントップ式の砲がのため、高天時のミサオ砲照準には、 大きな制約を受ける。100mm 単装砲と 57mm 連装速射砲は艦隊全部と後部に各一門搭載する。このほか 2M-325mm 連装機関砲を6機搭載しており、対空目標や小型選定への対処に用いられる。ただし、これも手動ミサオ砲である。艦隊中央には、 4連装魚雷発射艦を1機搭載していたが、改装の際に撤去し、69式 30mm 連装機関砲2門と SY-1 艦隊艦ミサイル発射機2機に換装した。69式 30mm 連装機関砲は、ソビエト連邦製の AK-230 を中国がコピーしたもので、最初期の CIWS ということができる。 完成レーダーを一機装備しているため他の方向兵器よりも高度に自動化された機関砲システムで高速の攻撃機には対処できる。しかし対艦ミサイルに対処できるほどのものではなくソ連海軍や中国海軍においては発展型の AK-630 に代替されて順次に退役している。SY-1 は有名な ソ連製の P-15 対艦ミサイルの中国版であり、P-15 とともに朝鮮人民軍において広く配備されている。発射機は大阪型ミサイル艇と同型の固定式で艦隊に平行に搭載されている。しかし前方に環境があるため、横風が強い時に発射した場合に環境を直撃する可能性が指摘されている。本級は、 朝鮮民主主義人民共和国が自国建造したものとして、初めて排水量が1000トンを上回ったものである。建造は、拉造船所で行われ、一番艦が1972年に浸水した。2011年現在、2隻の存在が確認されており、北朝鮮の東西海岸に1隻ずつ配備されていると言われている。いずれも古艦名は不明。 ソホ級フリゲートの登場までは北朝鮮海軍最大の艦船であった。本級に続いて建造されたソホ級フリゲートがいまだに写真すら公開されていないのに対し、本級は比較的早くに写真が撮られ、はっきりとした情報が日本にも流れてきていた。1993年5月にはノドンミサイルの発射実験を支援するためにトラル級コルベットと共に 日本海に展開し、この時に海上自衛隊の P-3C 対戦、哨戒機によって写真を撮られている。この写真は非常に鮮明で、本級の詳細な武装や配置が判明した。なお、この時撮影されたのは531番艦であり、631番艦には未だに装備の際など不鮮明な部分が多い。2015年に、 朝鮮中央テレビで放送された映像によると、631番艦に回収が施された可能性が示唆されており、s i 1発射機は北朝鮮が、ロシアの K1-35 をコピーした、金星3体艦ミサイルの発射艦に換装された可能性がある。後部は 57mm 連装機関砲の代わりに AK、AK-230 が装備され、 さらには QK38 グラが近接防空ミサイルとして装備されている。船体には 530mm 魚雷の連装発射管が両原に装備された様子も確認できる。ありがとうございます。